日は皆様に骨付きのもも肉を柔らかく茹でたプリプリして美味しいよだれ鶏を紹介したいと思います。長ネギの、青い部分と生姜の薄切り 3,4 枚鍋に入れときます。それから紹興酒も少し足します。鍋のお湯が沸騰してきましたら鶏もも肉を静かに入れておきます。でここは完全にこの鶏もも肉を浸しておいて茹でていきます。ここから沸騰したお湯は、静かにさせます。火を弱めます。一番弱火にしてお湯を静かにしてこれから、28分置きましょう。柔らかく茹でるコツは、お湯の温度80度から90度の間にキープしておいて静かに浸しておいて芯までに火を取るまでをそのままでお待ちします。はい、今28分が経ちましたので火を消しておきました。それからこのお鍋から鶏もも肉を出します。ちょうどいい感じに茹で上がりましたので氷水の中に入れて冷やします。この氷水の中に入れる目的はこの鶏の皮をプリプリさせるためですね。そのまま切ってしまうとまだ芯の方熱いのでその肉汁が逃げてしまいます。氷水で10分程度でプリプリしてより柔らかくなるし、あとはですね肉汁が中に保つことができます。で今10分経ちました。あ、すごくね、締めておいた鶏肉がプリプリになります。これは今日は2本作りましたので1本は、保存します。明日食べても美味しいので、ただしこのまま、冷蔵庫に入れるとやっぱり表面が乾いてしまって食感が落ちます。いい方法を教えますので、鶏肉の表面にごま油をちょっとかけますね。ごま油をかける目的は香りも良くなるし、もう一個はこの表面に膜を作って油膜を作ってあげるので、そうすると冷蔵庫に入れても乾かないのでラップをかけておきますね。はい、そのまま冷蔵庫に閉めておいてください。食べるときは一度冷蔵庫から出して常温に戻してください。はい、それから今日食べるももを切っておきます。まずはですね、きれいに骨を抜いてきます。ね、ちょうどこの鶏肉は芯はピンク色のローゼ色のいい感じになりますね。これは完全に白くなると肉が固まってしまいますのでピンク色にしておいてください。ここに関節がありますので関節のところで、切りましょう。中国では骨のついたままにぶつ切りして食べるので、でも中華包丁がないとちょっとやっぱり切りづらいですよね。で食べやすく一口サイズに切っておきます。鶏肉だけで食べると飽きてしまうので、よく中国では叩いたきゅうりとか焼いたおなす、蒸したおなすを合わせて食べます。はい、本日はただフライパンで焼いたおなすをご用意しました。下の方に焼きなすを敷いておいて、その上は先ほど刻んだ鶏肉を並べていきます。それからよだれ鶏のタレをかけていきます。たっぷりかけていきましょう。今度は上に刻んだピーナッツといりごまをかけます。で一番トップに香菜のみじん切りをのせます。これで完成します。